カイアック島とは、太平洋のアラスカ湾北部に存在する島の一つである。2012年現在は、無人島となっている。カイアック島は、北緯59度56分、成形144度22分付近に位置しており、アメリカ合衆国のアラスカ州に属している。島の面積は、約73,695平方キロメートルほどあるものの、2012年現在、 この島は無人である。ただし、この島には1916年に運用を開始した灯台が存在しており、この灯台が自動化された1974年までは、いわゆる灯台守るがいたことを意味する。なお、この島は、ロシアの探検家のビトゥスベーリングが訪れた場所と考えられており、ビトゥスベーリング上陸地点とされている場所は、1978年に、 ナショナルヒストリックランドマークに指定された。この島のカヤックという現在使用されている名称は1826年にロシア海軍に所属していた LT ソリチェフが小型の船の一種であるカヤックという名称を島にも与えたものである。LT ソリチェフはこの島の輪郭がイヌイットの使用する革製のカヌーに似ていると思い、そこから カヤックという命名を行った。しかし、過去にこの島には別の名称が付けられていたこともあった。例えば、ビトゥスベーリングはこの地を1741年に訪れた時に、この島そのものをセイントイライアスと命名したと信じられている。なお、このセイントイライアスという名称は、この島の岬の名称として現在まで残っている。このほか 1778年5月12日には、ジェームズ・クックがこの島を訪れているが、この時この島を、K の島と命名した。ジェームズ・クックの友人の一人に、イギリス人の教会関係者で科学者でもあった、リチャード・ジェームズ・クックは、リチャード・イからもらった紙と、小さな銀の塊を瓶の中に入れ、それをこの島に埋めて、リチャード・ケイの姓をこの島につけたとされている。さらに、 1779年7月16日頃に、スペインの探検家であった、イグナシオ・デ・アテイ・ガワイ・ボゼンが、この島を見た時にこの島を、カーメントと命名したとされている。これは、7月16日が、アワー・レディ・オブ・マウント、カーメンの祝日であることから、カーメンという名をこの島につけたとされている。セーン・トイライアス・ミサキとは、カヤック島の南西端に存在するミサキである。 この岬は、おおよそ北緯59度48分27秒、成形144度35分12秒付近に一致している。この岬には、セイントイライアス岬灯台という灯台が設置されていることでも知られている。この岬のセイントイライアスという名称は、ビトゥスベーリングが1741年7月20日に命名したと言われている。なお、 キリスト教の聖人歴において、この7月20日というのは、イリアの祝日、つまり、セイントイライアスの祝日とされている。ちなみに、この岬から東北東に約185キロメートルのところに、セイントイライアス山という名称の山が存在しているが、この山のセイントイライアスという名称は、この岬の名称にちなんで付けられたという説が通説となっている。この他に、 ビトゥスベイリング本人がセントイライアス山を訪れて直接命名したと考える者も,もいるもののこちらは一般的ではない。セントイライアス山付近の地図を作成した者がセントイライアス岬の名称を拝借してセントイライアス山と付けたとするのが一般的である。記述の通りこの海約島は2012年現在居住者はいない。 この付近の比較的大きな町としては、北西に約 100km のところにコード場の町が存在する。エルベルグ、カムチャツカ発見とベーリング探検流銀社、1942年、P242。ウィリアム・ S ・コナブル、ナショナル・レジスター・オブ・ヒストリック・プレイセズ・インベントリー。ノミネーション、ベーリング・エクスペディション・ランディング・サイト、ナショナル・パーク・サービス。 デリングエクスペディションランディングサイトナショナルヒストリックランドマークサムマリーリスティングナショナルパークサービス2007年11月19日閲覧ありがとうございます